受信ブースター。VHF、UHF テレビ、BS、CS テレビの電波をそれぞれ増幅、混合し、一本の同軸ケーブルに出力する。電源の直流 15V は、出力同軸ケーブルを通して供給される。マスプロ電工ベブクビー 40N。蓋を開けると利得などが制御できるようになっている。マスプロ電工ベブクビー 40N。 屋内用受信ブースター受信ブースターとは、プリアンプの一種で、アンテナで受信した電波を増幅する機器である。ブースター、プリアンプとも言う。地上テレビ放送用、衛星放送用、無線受信用、GPS 受信用などの種類がある。受信ブースターは、電波が弱い場合やアンテナと受信機が離れている場合、一本のアンテナから複数の受信機へ信号を分配する場合などに、 アンテナと受信機との間に挿入して、信号を正常に受信するために使用される。後に説明するが、ブースターでは、信号とともにノイズも増幅するため、使用しても信号品質が良くなるわけではない。したがって、増幅率の高いブースターを使用しても、ノイズに渦漏れるような、微弱な放送波の受信状況が大幅に改善することはない。また、 信号を増幅しすぎると受信装置の電気回路が飽和して信号が歪んでしまい逆に受信状況が悪化することになる。ブースターの取り扱いはシビアであり十分に活用するためには専門的な知識が必要である。ブースターはあくまでもアンテナの補助装置であり根本的に受信状況を改善する場合にはアンテナ自体の交換度化が必要となる。 受信機が信号を正常に受信するためには、まず入力端子で受信信号の大きさが所定の範囲内にあることが必要である。受信機の入力でレベルが高すぎても低すぎても正常に受信することはできない。受信ブースターは受信機の入力レベルが所定より低い場合に、これを増幅してあげる働きをする。受信信号レベルを雑音レベルでは離散した。 c n 比が所要 c n 比より大きいことも必要である。受信ブースターで信号に熱雑音が加算される。熱雑音は抵抗体内の自由電子が熱によってランダムに振動することによって生じる。ブースター内で熱雑音は主にトランジスタなどの増幅素子で発生し、さらに雑音指数倍に増加する。製品には 雑音指数 NF として表示されていることが多いが、設置者に分かりやすい表示として、実用入力レベルの最小値が表示されている製品もある。NF は小さいほど性能が良く、付加される雑音レベルが低くなる。熱雑音は抵抗の絶対温度に比例するので、NF と使用温度が一定であれば、熱雑音レベルは一定になる。したがって、CN 比は、 ブースター入力の受信信号レベルによって決まる。電波の受信信号レベルは、送信書が遠方にある場合や地形、建造物、樹木等による遮蔽がある場合に減衰し低くなる。またマルチパス、フェージングでレベルが低くなる場合がある。受信アンテナは、アンテナ利得が高いほど高いレベルの受信信号を取り出すことができる。また、アンテナと受信ブースターを接続する。 同軸ケーブルの損失によるレベルの低下も無視できないため受信ブースターを設置する場合可能な限りアンテナに近いところに設置することが推奨されるこのため同軸ケーブルを受信ブースターへの給電線に用いることができるよう電源部を分離できる構成になっている受信ブースターもある微弱なテレビ放送を受信するには信号レベルを上げ雑音レベルを下げるために 以下の処理が必要となる。送信アンテナから受信アンテナ間に存在する電気、電子機器や自動車、オートバイ、送電線等から発生する都市雑音の場合、受信ブースターを使用しても信号と同時に都市雑音も増幅してしまうため CN 比の改善はできない。電波望遠鏡では宇宙から到来する極微弱な電波を受信するためにプリアンプを 絶対0度近くまで冷却することにより雑音を低減している。衛星放送受信用受信用ブースターは衛星放送の受信において1本のアンテナから複数のテレビへ配線する場合などに使用される。地上テレビ受信用ブースターと一体化されている製品が一般的である。受信ブースターを動作させるための電力を供給する必要があり増幅器部分と 電源供給部分は分離するものと一体のものがある。一般的に地上波放送用では、コンセントから増幅機に電源を供給する。増幅部、電源部分離系では屋内に設置した電源部に、コンセントからの電源を接続し、電源部からアンテナ線を通して、アンテナ直下のブースターに電力を供給している。衛星放送受信用では、パラボラアンテナの受信部にある、 LNB コンバーターを動作させるためにテレビや衛星チューナーからアンテナ線に電源が供給されておりこの電力を使ってブースターを動作させる製品もある逆に集合住宅の場合や機器や屋内配線などの都合でテレビなどからパラボラアンテナに給電できない場合にブースターからパラボラアンテナに電力を供給する機能を持つ製品も多い 送受信をするトランシーバー等の受信用に、アンテナとトランシーバーとの間に挿入する。そういった設備では、送受信を1本のアンテナで兼用することが多い。わけだが、その場合の送信電力で破壊されないように、送信開始時に、直ちにアンプとの接続を遮断しバイパスするスイッチを持つことが、受信専用の場合と異なる特徴である。 最初からアンテナに内蔵された状態で、単に GPS アンテナとして市販されている。ありがとうございます。